お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、このロケット奉仕の花火大会っていうね、可愛いチャレンジが、まあ、来てますといったところで、これはね、両サイドからまた後ろからお互いね、ロケット奉仕がこう1体ずつ出て、次のちょっと経ったら2体ずつ出てみたいな感じで、まあ、よくあるね、パターンのやつです。前プリンスとかもね、あったと思うんですけど、それのロケ砲型なんですけど、そのね、おすすめデッキを紹介したいなと、思います。というわけで、ホグですね。はい。まあ、ロケット奉仕に、まあ、何が合うのかと考えたときに、大型だと、相手のロケット奉仕がやっぱ溜まっちゃうんですよね。そう。そこが、今までのね、チャレンジと違うところかなと思います。なので、こう、キョスケとかスパーキーとか、今までこういうチャレンジにすごい選ばれがちだったんですけど、メガナイトであったりだとか、まあ、そういうユニットだと、相手のロケット奉仕を溜めてしまう。そして、矢の雨とか打っても、結局その後のロケット奉仕とか、逆サイドのロケット奉仕がね、どんどん出てきちゃうといったところで、こう、カウンターで行くというよりかは、今回は自分からね、ロケット奉仕を生かしていこうといったデッキでございます。そしてあとはゴーストですね。このゴーストが、こいつ消えるじゃないですか。そう。こいつ消えて、変態なんですよ。こいつ消えて、近づいて、ぶん殴るんで。まあ、そういった部分では、こう、ロケット奉仕に対してすごい優秀ですね。相手にバレずに近づける。はい。まあ、そういったね、変態の部分をね、生かして、ゴーストを入れていきます。で、ごぼりはですね、まあ、相手の硬いのとか、まあ、大型ユニット用の、ごぼりですね。しかも、まあ、ロケット奉仕に対してね、こう、簡単にね、キング起動できるので、まあ、使いやすいといったところで、相手今回巨大スケルトン持ってるんですけど、巨大スケルトン持ってると、マジでロケット奉仕が無限に溜まるんですね。まあ、それが良くない。さあ、変態生かしてゴーストが近づいていきますと。で、ホグってか、周りの高回転は、まあ、正直本当に何でもいいですね。何でもいいんですけど、まあ、スケヒースピだと、さらに回転速くなるし、ロケット押し対決のところの延命をね、1コスト使ってすることもできるっていうので、スケヒースピの1コスト2枚ね、入れてますね。さあ、相手はホグライダー。おー、やばい。ちょっと待って。なんならやばい。ロケット押しサボるな。ロケット押しサボるな。うちのロケット押しさてはサボりがちか。さあ、で、ワソワソさん？ワクワクさんみたいだな。しかも僕もなんか、こう、マイクワゾースキーっていうアカウントでやってるんですけど、ワゾさんって言われるんですね、よく。そんなので、ってか、また同じようなデッキじゃん。考えることはさては一緒？うい。そんなことある。奇跡的に一緒だよ、デッキ。ロケ、キョスケが入ってるぐらい。マジで。さあさあさあ。まあね、ホグがやっぱ強いんですね。で、ゴボリがそうなると結構大事になってきますね。よいしょ。これちょっと延命してあげたい。ヒースピ来た。よいしょ。さあさあ。で、スケルトン部隊もいましたね。スケルトン部隊もいるので、ポイズンをあそこに使っていきたい気もしますね。さあ、透明のゴーストを流してね。これちょっと痛そうなんで、ヒースピで一回受けてあげて、次のロケ砲とかに、まあ、ポイズンで削っていきましょうか。矢の雨より個人的にポイズンの方がいいと思いますね。なんか、なんだろうね。なんか、ダメージやっぱ削れるっていうのが個人的にでかいかな。で、次、相手スケルトン部隊のターンなんで、こう、まあ、ヒースピ添えてあげればいいか。あ、俺のヒースピどっか行っちゃった。で、緊急はゴボリでね、全部回避できますと。言ったところで、まあ、ゴーストとゴボリで、なんとかなるのと、大型ですね。こんなん大型止まんないじゃんってなるんですけども、結局ゴボリ置いとけば、生えてきた、ロケ砲たちがね、ボコボコにしてくれるんで、よいしょ。さあ、ヤンナーム撃たれるが、まあ、回転がね、早いと。あ、待って、ゴーストやられちゃった。オッケーオッケーオッケー。まあ、これはホグも飛ばしちゃって、こう、時間稼ぎして、よいしょ。ごぼうり置いて、棒っぽい貼って、まあ、これで大丈夫でしょう。まあ、ロケット星がね、逆サイからとか殴ってくれるのが、強いよと。言ったところで、いや、このホグですね。なんかいろいろやったんですけど、何したかな？ホグとあとディガー削りだ。なんかこういうチャレンジって、基本的にこう、守って、ロケットだったり、ポイズンだったり、ディガーで削るデッキがよく使われるんですけど、やったんですけども、なんかね、ロケット星が高回転で来ると、なんか、むずかったんですよね。そう、ディガー飛ばした時に、逆サイから来るんですよ。逆サイからロケット式で、おいおいおい、みたいな。俺の邪魔すんな、みたいな感じで、ディガーがね、すごい、早く溶かされたりとかあったんで、こう、なんか、ディガーポイもありなのかなと思ったんですけど、まあ、今回なんか、普通にね、自分のロケ砲に対してホグ飛ばす方が簡単かなと思いましたね。さあ、相手迫撃砲、これ、ホグ釣られないので、攻めて、まあ、矢の雨持ちも多いですね、しかも。気づきましたというか、普通に考えて矢の雨も多い。さあ、ごぼうり置いて、
スケルトンバレル受けつつ、しかもね、キング起動していきますよと。で、タルババで防衛。で、タルの理由としては、まあ、シンプルに端前のロケット押しをタルで処理できるからですかね。といった感じで、こうロケット押しに基本的にホグを飛ばしていきたいですね。合わせて。そしたら、相手がホグ対応してきたのを、ロケット押しがね、永遠に殴っていけるっていうのが、まあ、強みですね。さあ、ゴースト出して、まあ、これつけて受けれますね。しかも、キング起動してるので、でほぼ角ぐらいで、前半にね、キング起動できますね。よいしょ。あ、これ、タルいるかな？タルいる？いりますね。奥そこ。で、あれ、ちょっと鬱陶しいんで、まあ、ゴースト流しでもよかったんですけど、一旦ポイズン打ちますね。からの、やなめ？このロケット押しが相手からしたら鬱陶しいですね。さあ、やなめ抑えてくれる。で、まあ、あの2体に対しては、まあ、タルもありますし、透明なね、はい、ゴーストが行ってくれるよと。いや、マジ、ゴーストゲーですね、このチャレンジ。結構、個人的には。ゴーストめっちゃ優秀な気がしますね。よく飛ばして、ポイズン打って、オーケーイ。で、ヤナメが多分飛んできそう。いや、相手のロケット押しが、ロケット押しが暴れてる。暴れてますが、タルババ使いたくないんですね。そういえば相手バレルがあったので、よいしょ。で、ごぼうりぐらいは使って OK の、OK! これ全部、スケバレとかも、全然活躍しないですね。もうロケット星が暴れすぎてて。で、これ有能、ここね、こういうスケルトンで延命とかもできるのが、まあ、このスケアイスピ、スケヒースピか、の、まあ、良き部分でございます。といったところで、まあ、あとはスペル削りでもなんならいけそうですね。てか、右が落ちてる？なんで？俺、ホグ、ほぼ左に飛ばしてたんだけどな。なんかわかんないですけど、多分ロケ砲がね、ロケ砲が悪さしたんだなと思います。で、ゴーストも、なんか守った後とか、ロケットを処理した後に、透明になってね、殴りに行ってくれるんで、まあ、そういった部分で、ダメージもしかしたらね、ゴーストが削っていたのかも、まあ、知れませんと、言った感じで、こういう高回転だと、まあ、ちょっとむずそうとか、こう、結構思いがちですけど、なんか意外とね、簡単です。逆に回転がめちゃくちゃ速いので、なんかコストがなくなることがほぼないですね。こういうチャレンジでは、特に。はい。なので、まあ、小回転のね、練習にもなりますし、めちゃくちゃ強いと思いますしね。面白いんでね、ぜひ。報酬が、なんだろう、ウルトラレアかな？なんかもらえるんですよ、ウルトラレア。いい箱が最後にあったと思いますね。これだ。そう、ウルトラレア宝箱があるんで、しかもロケット押しとかもね、こう、めっちゃもらえるんでね。ぜひクリアしましょう。といったところで、チャンネル登録ね、高評価、コメント、ぜひぜひよろしくお願いしますね。っていうのを、こう、昨日言ったんですけど、ちょっと動画のね、始め部分で、そしたらチャンネル登録者がめちゃくちゃ増えたんですよね。そう、びっくりするぐらい。マジ200人ぐらいかな。まあ、200はいかないか。でも、めちゃくちゃ増えて、ちょっと本当気分良くなったんでね。本当に僕がただただ気分良くなるだけなんですけど、ぜひ、どしよろしくお願いいたします。といったところで、残り3勝なんでね、やっていこうかなと思います。で、相手ディガポイですね。最悪だ。ディガポイじゃなかった。バルーンがね、まあ、言ったら一番きついんじゃないか、理論はあるんですけど、これ。なぜなら、コウモリしかいないんだよね。コウモリと路橋なんですけど、まあ、一応、守る、完封はね、たまにできないんですよ。こんな感じで、ね、バルーン入っちゃうんですけど、こっちの方がダメージ取るよっていうところがありますね。はい。さあ、一本交換。守れなかったら、見とくんじゃなくて、攻めましょう。っていうのを、こう、覚えておくと、結構ね、いろんなデッキにも勝てるようになるかなと思います。守れないときは、見とくんじゃなくて、じゃあ攻めちゃう。やべ、ミスった。なんで？キョスケジジイが、危ない危ない。で、このキョスケで、まあ僕のロケット投資がやられるのかな？ワンチャンいきそうだけど。さあさあさあ、これごぼうりですね。結局ごぼうりでカバーできる。ごぼうりで逆サイロケット投資からの2周目コウモリですね。オーケー。やっぱ回転早いと、こういうのもね、回っちゃいますね。で、僕の2体のロケット投資行かれるのはちょっと辛いですが、1体生きていく！あぶね。まあ、このチャレンジマジでバルーンですね。一番きついの。このデッキだと一番きついのがまあバルーン。まあ、だけど、きついぐらいですね。本当に。ちゃんと自分も攻めたいですね。自分も攻めて、さあ、コウモリで守って、オーケー。ふうへい、こえー、ちょっといい試合になってきた。大体ディガーか。まあ、バルーンディガーか。高回転のロケ砲バルーンディガーで。僕はここの間でも右攻めちゃいたいですね。左側はまあ、キング起動してますし、のんびりね、行きつつ、右側をこうプレッシャーかけてあげることによって、オーケー、タルババが頑張れ。おい、もうだって回転早いんでね、ごぼうりも回るんで、正直バルーンはごぼうりでね、守る。ごぼうりとごぼうりで守るみたいな感じで、いけるかなと
思いますので、前半の一番最初のあのキングギドマジで大事ですね。キングギドしてないと辛くなってきますね。でここでもゴボリが回るんで、正直よいしょ。さあてなわけで、相手の陣地さら地にねしてやりましたと。いやこれまあさすがにね、ミラー対決3回ぐらい来ると、なんかよくコメントとかでね、そのデッキと当たりましたって、そのデッキに負けましたってあるんですけど、まあ、このデッキに、じゃあ勝つならば、なんだろうね。このデッキに勝つならば何をどうするって言われた時にむずいですけど、ね、それはちょっとわかんないんですけど、まあ、バルーンがきついのと、もしこのデッキに勝ちせんならば、このデッキの、でもそうしたら他のにね、ちょっと崩れると思うんですよね、僕的には。そう、やっぱこの高回転だからこその良さもね、あると思うんで。まあ、ぜひ、嫌なら、まあ、テスラぐらいにしたらいいんじゃないですか。ごぼうりを。あ、でも意味ねえか。ホグかけて、バルーンに強くなるだけですね。うん。まあ、気にせずやってください。さあ、ってなわけで、あー、これミスった。ロケット押し、キング起動し忘れますね、マジで。ちゃっちゃ前半のうちにキング起動しておかないと、後々すごい大変なことになっちゃうんですね。さあ、相手はディガっぽいか？わかんないですけど。さあ、で、ゴーストじゃなくてロケ砲が右から来るターンなので、右にゴースト流してね。さあ、このゴーストは適当にしてくれると。で、僕はここで左側を攻めますね。よいしょ。基本的に自分の陣地から出たロケ砲の前にゴースト出すイメージですね。で、逆サイはまあ、ゴーストがホグ出すイメージですね。逆サイゴースト流しておくとこんな感じでね、勝手にしてくれるんで。で、メガナイト飛んでくれた後にロケット押し一回延命できますね。一回延命してあげて、さあ。で、まあ、とりあえずね、なんとなく、こう、ゴーストも流しつつね。やべ、俺のロケット欲しい、生きろ。オーケー、でかい。さあ、さあ、さあ、さあ。いいですね。ホグライダーがめっちゃ刺さる。で、ホグを防衛したら下で、さらにね、次から来たロケット欲しいにやられていくという地獄ですよね。防衛しないといけないのに、防衛したらユニット溜まっていくっていう。で、延命してあげて、まあ、ロケット欲しいね、今度右から2体来たので、右に飛ばしてあげます。で、右に飛ばしてあげて、さあ、ヒースピが、あー、飛ばないか。君飛んどし。で、キング起動してなかったので、一回ここでキング起動したいのと、まあ、ここは、タルババね。神タルババで耐えます。いて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 。さあ、ゴーストが透明だから、殴れる。いや、いいな。ゴーストが消える、この精度っていうの、性能がこんな活躍することあります？なんかあんまね、良くないせいですけどね。透明になって近づくっていう。さあ、これはもうロケット押しがね、逆サイから来てくれる。逆サイから来てくれると思ったんですけど。よいしょ。なんか、ユニットを気持ち真ん中に集めると、あれ、逆サイドのロケット押しが来てくれるんで、それ結構覚えておくといいかもですね。なんか、スケとかヒースピで、できるだけ相手のユニットをね、真ん中に持ってくると、よいしょ。さあ、メガネているけど、もう関係ないですね。攻めちゃえばみたいな。で、まあ、右で左ゴーストかな。左ゴーストで、右側ロケット押しが勝手にやってくれてるんで。いや、ロケット押し火力だけやな、マジで。さあ、もうこれは、あと10秒、イモれば勝ちと、まあ、言ったところで、さあ、どっちに来る？イモって、まあ、突破できないよと。さあ、さあ、さあ、いいですね。いいですね。メガナイトとかにも、まあ、余裕ですね、正直。まあ、回転が早いので、僕のホグはしかも一発通りますし、まあ、通んなくても2周目のホグ通る。そしてロケット方式でダメージ稼げる。っていうのがありますね。なんかメガナイト、マジで、今回このチャレンジいらないと思いますね。てか大型。まあ、キョスケバルンヤナメとかするならばワンチャンわかるんですけども、それ以外のただの盾としてメガナイトだったりキョスケを入れると、シンプルに、相手のロケット方式がだるくなったりだとか、まあ、回転も遅くなりますし、っていうのがあるので、個人的にはね、このゴーストプラスのホグライダーが非常におすすめというか、いい気がしますね。っていうので、キング起動するの忘れた。キング起動しましょう、皆さん、マジで。次、左からロケット押し来るので、ここでキング起動してもらいましょう。あー、ポイズンで壊された。最悪だ。最悪だ。いや、キング起動、お願い。いや、届かねえか、これ。全然届かねえじゃん。キング起動をしたくてたまらないが、ロケット押し来たのでホグ飛ばします。で、これで逆サイのロケット押しがね、撃ってくるよというのが、まあ、テンプレ的な感じですね。さあ、ここで僕がキング起動します。あ、これ1個高え。いや、高くねえな。OK。さあ。
はい、スケドラ来ましたね、スケドラ。スケドラ絶対ロケット押しに弱いでしょって僕思ってるんですけど、今回これ。ね。じゃ、キンギとしてるはなんか知らんけど。なんで？で、まあ、ゴブ折りがありましたね、さっき。あ、ペッカもいるじゃん。ペッカもいるが、ペッカとかもだってこれ、見て。見て見て、これロケット押しもう焼かれてる焼かれてる。よし、延命、延命大事、延命大事。しかも逆サイロケット押しが暴れに来た。ラッキーからの、これ右側に3体いるんで、攻めちゃいます。あ、俺ロケット押し生きた。でかいでかいでかい。これ1体生きるだけで、このディガーも全部ね、美味しく持っていってくれる。よいしょ。で、スケドラ来るけど、これもやってくれるよと。いや、マジで、これ絶対ホグっすわ。ホグ、じゃない？さっさ、タルババで、タギを取りつつ、まあ、攻めていく。で、こう、ユーナとかもね、意外と、ノックバックで、延命できちゃうんでね。さ、ホグが回復して殴る。まあ、困ったら、まあ、ゴブリ置いといてもいいですしね。さ、相手の主軸がわかんないですね。ただのペッカディガっぽい説もありそうですが、さ、一応ね、ザップ警戒して、来ない。相手一発入っちゃった。一発入っちゃった。ゴースト透明生かして、頑張れ。君は透明だよ。近づけ近づけ。さあ、あとは30秒。だからまあ、ゴブ折りとりあえず置かなくてもいいかもっすね。なんか、相手がユニット来たら出すぐらいで。まあ、一番初めは、キング起動っていうことで出していいと思うんですけど。さあ。で、なんとなくホグ飛ばして、まあ、これは勝ちかな。さあ、というわけでですよ。なんかサマーイーストゲームかがね、今やってるんですけど、クララリーグの、まあ、裏リーグみたいな感じのプチ大会ですね。やってて、サドンデスバトルの大会があったんですよ。サドンデスバトル、チャレンジのモードで、今回サドンデスバトルのモードで、プロ同士対決するっていうのがね、あったんですけども、負けちゃったんですよね、そう。バルフリとかもタワー1本おったら勝ちなので、バルフリとかジェイスケラとかもいろいろいたんですけど、ちょっとね、普通に負けちゃって、エリゴリに負けましたね、エリゴリに。ちょっとね、そういうチャレンジ負けるとちょっとね、でも悔しいですね、結局負けは負けなので。なので、そういうチャレンジゲームもちょっとね、しっかりこうやっていって、こういうのがね、フレバトでね、っていうかこう実装されることもあるんで、フルバットでっていうかこういうリーグみたいなので、そうなんでこういうのもしっかりね、攻略していきたいなと思いますといったところで、このデッキ皆さんぜひぜひ使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。